はい、こんにちは、タックチャンネルでございます。前回ですね、360度カメラのレビューをしました。まあね、画質がねいまいちだったんですけども、あとはですね、実際に撮影したこの360度の映像をどう楽しむか、どう見るか、これによってね、楽しみ方が大きく変わってきます。今回ね、タイ旅行に持ってったインスタ 360-1X、 これで撮影したものを YouTube にもねアップしました。じゃあそのですね、アップした映像を、まあ、YouTube のね、アプリとかでこうスワイプしながら見るのもいいんですけども、せっかく360度で撮影したんですから、臨場感のある映像を楽しみたい。ということでですね、VR ゴーグルを買いました。まあ僕もですね、今1台持ってるんですけども、親父にあげようと思ってですね、もう1台買いました。で、これはですね、オキュラスGOのようにディスプレイ内蔵型の高価なもんじゃなくて、スマホを入れて楽しむ安いタイプですね。もうAmazonとかでは、2000台、3000台で売ってます。これでもね、結構楽しめるんですよ。で、今回買ったのがですね、なんて読むんでしょうね。ゴーアイス、グーアイス、ゴイス、なんかわかんないんですけどね。結構ね、進化してるんですよ。じゃあね、中身の方をね、開けてみたいと思います。まずは本体。そしてですね、リモコンがついてきます。ただですね、これ、iPhone 用っていうよりも、Android 用かな？iOS 関係だと十分にね、操作できないというか、リモコンの持ってる機能を十分に発揮できないと思います。まあ、あとはですね、なんかこんな布と、マニュアルがついてますね。日本語対応になっております。ちなみにね、今回買ったのは、スマホのサイズが 4.7インチから6.2インチのサイズになってます。結構ね、ゴーグルによってはですね、周囲によっては、対応するインチ、これが変わってきますんでね、十分気をつけてください。場合によってはですね、6インチまでしか対応してないものがあるんで、その辺気をつけてね、購入していただきたいと思います。で、あとは、Bluetooth のね、リモコンの説明書がついてますけども、これも日本語対応ですね。あ、書いてますね。Apple iOS は、Bluetooth リモートコントローラーが機能しないケースがありますが、Apple は閉じたシステムによるもので、異常ではないことをご了承ください。まあ、なんて言うんでしょうね。要するにですね、iOS はオープンなシステムではないので、まあ、うまくね、対応できなかったと。まあ、少しは対応できるけども、すべてに対応しきれてないと。まあ、その点ね、もう Android っていうのは、いろいろとシステム関係がね、オープンになってるんでしょう。なので、対応できるんだよっていうようなことを書いてます。ね、まあ、まあ、とりあえずいいです。じゃあですね、どんな風に進化したかっていうものをですね、お見せしたいと思います。まあね、リモコンが強い。でも、これの、この時代の時もね、リモコンのついてるものはあったんですけども、相当限られてましたね。ほとんどリモコンついてなかったです。まあ、なくはないんですけどもね、あっても高いやつかな。でも今はね、リモコン付きでね、ほんと3000台、2000台、3000台で買えるんでね、とてもいいかなというふうに思っております。で、今回のものですけどもね、まずね、でね、本体のここを開けてね、ここにね、スマホを差し込むんですけども、これね、イヤホンジャックがついてるんですよ。これをスマホに刺して、再生すると、この両サイドがですね、ヘッドホンになってまして、まあ音もね、よりよく楽しめると。これ見えるかな？ここにね、一応音量を調節するダイヤルがついてます。ただこれね、なんかね、回すっていうよりもね、押すタイプになってるんで、もしかしたらこうアナログ的にね、スマホの、何ですか、ボリュームボタンをね、押すのかもしれません。あとね、こちらの方にね、タッチパネルボタンがついてて、これを押すとですね、こんな画面が出て、再生とか停止などのね、簡単な操作ができるんですよ。これ結構便利。まあ、あとね、このダイヤルで、まあ、焦点を合わすのかな。まあ、いろんなものがついてね、すごく進化してていいんですが、ちょっと残念な点というか、まあ、こっちの方がいい人もいるのかな。ですね、
画面がこの前僕が持ってるタイプよりもズームになって見えるんですよ。なのでね、建物とかはね大きく見えるんですけども、その分ですねちょっと荒くなるというか、シャープさに欠けるという感じかな。こっちの前のモデルの方がですね、とてもシャープに見えます。なのでね、まあいろんなゴーグルをねちょっと試してみたいなってね思いましたね。じゃあちょっとね実際に見てみたいと思います、ね。いやこれ見せられないのがね残念なんですけどね、こちらですね、実際に YouTube にアップしてる映像です。まあこうやってねスワイプして楽しむのもいいんですけども、YouTube のねアプリなんですけども、右下にですね、この右下にですねメガネのアイコンがあるんですけど、これをタップしてください。そうすると VR ゴーグル用の映像に変わります。はい、じゃあこれをセットして一人で楽しみたいと思います。でね、このバンドの調節もですねマジックテープになってて、とてもね簡単に調節できます。でこの横のダイヤルで焦点を合わせて、おー、あ、ヘッドホンの音なんですけども、そこまでね音圧はないんですが、意外とねクリアに聞こえます。これね映像に集中できていいですね。いやすごいね。でこれでピッ、おいいじゃん。このボタン使いやすいね。まあですね360度カメラをお持ちの方、多分ですねそれぞれの、まあ、360度カメラにね VR で見れるアプリもあると思うんですが、いいですよ。だってね、迫力あるし、まあ今回の体力を寺院とかね、遺跡に行きましたけど、これでね、またそこに行った感じがね、しますもん。ほんとね、インスタ360で映像のね、楽しみ方がまたね、変わりましたね。ってことで、今回はね、ちょっと簡単な動画でしたけども、360度動画は VR ゴーグルで楽しもうという動画でした。ということで、また。いや、すごい。これすごい。